韓中国へようこそ、7月25日のニュースをお伝えいたします。アメリカはスパイ容疑のある中国人留学生のビザ発給を大量に拒否しています。一方、日本はこれらの学生に対してゴーサインを出しています。一部の専門家は日本は中国のスパイ活動を過小評価していると懸念しています。 アメリカのトランプ前大統領は2020年、中国の軍民融合戦略に関する実態と関係のある中国人に対して、アメリカ大学院生ビザの発給を禁止する行政令を出しました。この行政令はバイデン政権下でも有効です。特に国防7校と呼ばれる7つの軍事研究機関の中国の学生に対して適用されています。 しかし、これらの国防7校の卒業生は、日本でミサイル設計に応用される工学を学ぶことができます。日本政府は6月、2021年3月までの1年間で、国防7校の6つの学校から39名の学生が日本に留学していたと発表しました。しかし、 彼らが具体的に何の専攻を学んでいるのかは明らかではありません。また、一部の政府高官や学会の管理者は、学術交流を理由に中国人学生の来日を歓迎しています。東京大学理事である愛原弘明氏は、中国の学生の立場からすると、アメリカはもはや中国人学生を考慮していない。 中国人学生を拒否している。日本では中国人学生はより人気があると述べました。立命館大学の客員教授である三宅国彦氏は、日本が中国のスパイの楽園であると警告し、日本の学会が中国の日本の文化や教育交流への浸透を過小評価していることを懸念しています。 ハーマード・ケネディ・スクールの情報国家安全保障の専門家であるカルダー・ウォルトン氏は中国共産党は外国の研究機関に浸透し軍事や産業の発展に役立つ情報を収集し始めている日本はアメリカの重要な情報提携パートナーである従って日本の国家安全保障に影響を及ぼす可能性のあることは アメリカにとっても非常に重要なことだとウォール・ストリート・ジャーナルに語りました皆様へのお知らせですこれから韓中国の動画をガンジンワールドというサイトにも掲載していくことになりましたリンクは下の概要欄に貼ってありますよろしければどうぞご覧ください Hey, I told you enough of that But look, this is different It's g n j i n World